で、そこで次の関数いきますけど、次の関数はこれでございます。もう先に出してカオスキー公約です。この関数はどうなるかというと、この関数こうでございます。これわかりますかね。さっぱり。これがですね、ガウス 0.2 となったら0になります。ガウス 0.9 は0になります。ガウス 0.99 も0、わかりますか。20点も0、90点も0、99点も0と。ひどで、1だったら1になりますと。秒数に仮数切り捨て、 1.2 は1、 1.3 は1。あ、電車の料金表。そうそう、電車の料金表。ただこれの厄介なのは、わかるよね、これ1でしょ、1でしょ。あ、値がない。これが2でしょ。連続してない。いや、だから不連続のやつですね。だから 0. いくつは全部0になるんですよ。数学教室的ですよね。図書券はない、100点だけが図書券だと。で、1点いくつは全部2に上がれない、初めて2になっていけると。で、問題は負の世界なんですよ。そうするとすぐね、考えるのはこれが0だって言いたくなるんだよね、発想切り捨てだから、うん、違うんだよ、これマイナス1だ、下がるんですよ、みんな下がってるから。そうでしょ、あの y イコール x 変えたら分かるけど、y イコール x を変えたらこうでしょ、全部下に下がってるでしょ、値がこう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 なってるとでしょ。だからマイナス 0.2、0.3 だったらマイナス1に下に下がるんです。例えば 0.7 だのガウス記号は0でしょ、下がってるでしょ。したらこのマイナス 0.5 とかだったらどうなる。マイナス1。そうそう、マイナス1に下がる。これがなかなかできない、分かりにくいでしょ。でもグラフ的にこういうふうに整合性になるでしょ。例えばじゃあマイナス 1.2 だったらマイナス、そうそう、マイナス2。これがピンとこない、すぐマイナス1って言っちゃう人って。いいですね。だからこういうふうに下がるってことをまず理解して、じゃあちょっとこれメモります。はい、じゃあ、このグラフで、このガウス記号の話は分かったので、じゃあ例えばリミット x が1で、これはどうなるかと。したらこれが連続もう不連続って分かってるけど、どう解くかというとね、まず1プラス0、1マイナス0ですわけ。あ、これで、これの、1で乗る。これは、まず連続かどうかを調べるか、もしくは、この値を求めなさい。この値を求めなさい。もしくは連続かどうか。で、まずこれ。したらこれは 1.0001 だから、1。これは 0.0009 だから、0。よって不一致なんで、これはなし。で、不連続です。こういうふうなことになります。で、よろしいですね。で、そこでちょっと応用問題を行きましょう。ちょっと色を変えましょう。じゃあこれです。リミット x が1の 2x-x というやつです。さあ、こういう問題です。で、これも全く同じです。どうするか。まあ、ブラック着たいんですが、まあちょっと今日は 1-0。これ2つやりますよ。で、これをすいません、fx と言います。もう大変なんで、書くのが。そしたら、この fx。まず両方するんですよね。プラス0と2マイナス0。そうすると、まず1プラス0と。1プラス0をしたら、そう、1.001 の2倍だから、2.00 いくらだから、2だと。で、これは 1.00 だから2で、これで1なんですね。で、これは次 1x0 は 0.999 の2倍だから1.999 だから1で、これは、0.999 だから0で、あ、連続なんですよ、これ実は1では。だから、で、あともう一つ条件があったよね、1をそのまま入れないといけないね。だから、あともう一つの条件で f1 だと。そうすると21が2-1で1と、よってこれは1で連続だというふうに言います。F1 の時はそのガウス記号を無視して入れていいんですか。まあ、いや、入れてガウス記号を考える。ガウス記号を無視というよりも1を入れる。あ、そしたら21が2、ガウス記号2のガウス記号は2、1のガウス記号は1だから1だ。まあ、ちょっと正確に言うと 2-1 だね。
で1と。でこの3点セットが揃ったので1で連続と。これがまあ例えばこれだけの問題だったとする。だったらこれで一致するから1っていうわけね。わかる、ほらこれは1に向かう、1そのものを代入するわけじゃないから、連続か連続じゃないかはこれがもう一本あります。だけどこれを求めなさいっていう時は別にこの2本でいいわけです。この2本でいいです、わかりますね。ただ連続かどうかはこれが入ります。いいですね。連続の条件の時だけこれを追加しないといけません。さて、じゃあグラフはどうなるかを考えてみましょう。まあ、だからグラフはつながってるんでしょうね、きっと。で、グラフの書き方が難しいです、実は。グラフはですね、場合分けが昔教えました、もう忘れてるでしょ。リミット、テックス、あ、すみません、これこのグラフの書き方ですね。 fx イコール 2x 引く x のグラフの書き方っていうのをちょっと参考までにやってみます。で、今までですね、例えば fx イコール絶対値 x 引く1の時は1で割り分けをしましたね。でしょ。1より大きい時は y イコール x 引く1、1より小さい時は y イコールマイナス x 引く1でしたね。でしたね。でグラフとして多分まああの赤を書けば、まあ、こんな感じのグラフになったはずなんです。はい。じゃあこれはどうするか、どういう割り分けをするかというとね、絶対値の割り分けは正か負で分けました。ガウス記号の場合はこういう分け方をします。そのガウス記号の中の場合分けは 2x が 2x が1個ずつ、そうなんです。場合分けが増えるだけの話なんです。全部書いたら地獄なんである程度書きますけど、要するに絶対値は正確だけどガウス記号はこういう整数で分けるんです。で、これとこれだったらこっちの刻みが小さくなるの分かるでしょ。あ、2分の1、そうそう、2分の1になるから、すなわちってなって、すなわち一個一個書きますよ。 x が、マイナス2分の1から0。あ、倍分の多い方に合わせればそういうふうにする。おいい感じだね、いい回だね。これは0 x で2分の1から1まで、こうします。で、あとはこのグラフを書いていくんですけど、あとはどうするか、まあ、明るいグラフ書きましょうか。そしたら、2分の1の時、まあ、緑で分けましょうか。場合分けですから、この方も調べ、ああ、そうね。マイナス2分の1。2分の1、1というふうにして、まあ、ちょっとすごい場合分けなんですけど、こう書く。そして、じゃああとは簡単で、0から2分の1の時はどうなるか。0から2分の1の時はこれは0でしょ。で、これは0ですね。0、0ですから、あ、0-0 だから、こうか。で、ここは白丸になるんだよね。2分の1の時は、あ、マイナス2分、ごめんなさい、失礼しました。失礼しました。まずこれからいきましょう。わかりやすいですね。で、これは、ここは黒丸です。で、ここは白丸になります。で、次2分の1から1の時です。そしたら 0.7 でも入れてみたらいいんだけど、 0.7 とか入れたらどうなる？これ1だね。 1と1引く0だね。そしたら1引く0だから1に上がる。で、多分こうなります。ちょっとこれ幅長くなって申し訳ない。で、これの時はどうなるかというと、代表選手でマイナス 0.5、 あ、こっちですね、すいません、マイナス 0.1 ぐらい入れてみましょうか。マイナス 0.1 を入れたらこれは0ゼロだから、これはこう続くということです。あ、連続、うん、これ続くんですね。で、次にじゃあちょっともうちょっと倍分けすると、多分これは1から2分の3になるんですよね、多分ね、これがね、1から2分の31から2分の3だったら 1.1 を入れてる。 1.1 入れたらこれは 2で、2でこれは 1だから1だ、だからまだ続くということです。2分の3まではこの黒が連結されてこうなります。だから1は連続だったんです。わかります？倍分けしてもつながったんですね。あ、
だからグラフの書き方としては雰囲気で分かるよ。これマイナス2分の1が2分の1まで1の幅でこうなった、次2分の1が2分の3までこうなったから同じことが繰り返されるかなっていうのが推測できますけど、ちゃんと倍分けして作らなきゃいけません。だからこういうふうに倍分けがいっぱいになるんだということです。ちょっと一部だけ変えたんですけどね。したら確かに1は連続になってます。1は連続になってるから連続だというふうになります。疑問点はありますか？まあ解いてみないと分かりませんね。じゃあとりあえずこれだけメモを取って、連続は右から左側とその場所自体を代入してそれが揃うことです。よろしいですね。じゃあやってください。 fx が x が0じゃないとき x3 乗で、 x が0のときに そうとしたらどうなるかって、このこういうなってるわけね。で、まあそんなに深く考えて x3 乗だからこうなって白丸もこうなってるわけ。して0の時は2ですというふうに飛んでるわけ。はい、余裕で連続じゃない。うん。だからこれをなんだよ。0連続ですか不連続かですかやろ。連続。うん、でだから連続不連続は3点セットしないといけないわけ。で、多分0以外とか全部連続ない。見た感じね。だから関連を1個でも出せばいいからこれをするんでしょ。プラス0の fx と、あ、そうそうそう、その0になってで f0 っていうふうに持ってって、でこれが0、これが0、あ、これは2だよね。だから不連続と、こう表現もすればいいだけです。でこれで不一致なんで不連続だと。連続でない、まあ、こういうことでよろしいでしょうか。用途はこういう用途でいけばいいと。